日産、エクストレール。エクストレール、トレールは、日産自動車が2000年から製造、販売するミドルサイズの SUV 型の乗用車である。生産は2011年8月に日産から分社化された日産自動車九州が担当している。1997年、平成9年の第32回東京モーターショーに出品されていたトレイルランナーをルーツとし、そのコンセプトを昇華して市販化した車がエクストレイルである。一部ではラシーンフォルザの後継とも言われているが、車格やコンセプトが全く異なるため、全くの新車種としての登場という表現が正しい。初代 T30 型の発売時には、4人が快適で楽しい200万円の使える4駆というコンセプトで発売。また、開発コンセプトはタフギア道具というコンセプトである。FF 仕様もあり、世界167の国と地域で80万台以上が販売されており、トヨタロブ4やホンダ CR-V に対抗する世界戦略車である。競合車たちがより高級車志向に向かってモデルチェンジを果たす中、エクストレイルは初代のコンセプトを貫き、他社とは異なるオフロード重視のキャラクターを維持している。2代目 T31 型とプラットフォームを共有しているデュアリスはオンロードユースに重きを置くのに対し、エクストレイルはオフロードユースに重きを置く。しかし基本的には両社ともに乗用車と共用のプラットフォームに電磁多番クラッチによるスタンバイ 4WD を組み合わせたものであり、同社がかつて販売していたサファリのようなはしご型フレーム直結 4WD や副変速機を持つヘビーデューティーなクロスカントリー 4WD ではない。2代目の途中から欧州ではクリーンディーゼル搭載車のみの展開となっており、販売価格はデュアリス、キャシュカイと比べるとかなり高価に設定されている。また、北米市場においては初代がカナダとメキシコで販売されていたが、2007年、平成19年秋にデュアリス、キャシュカイの北米版であるローグが発売された関係で、2代目、エクストレイルは販売されていない。発売翌年の2001年、平成13年から2010年、平成22年まで10年連続で日本国内における SUV 型乗用車、販売台数第1位の座を獲得した翌2011年は、同じ日産が発売するコンパクト SUV であるユークに首位の座を譲った。なお、CM ではトカや谷間をジャンプするシーンが放映されるが、前述のようにヘビーデューティ仕様ではないため、取扱説明書には注意書きが記されている。日本仕様は 2000cc ガソリン車 QR20 でエンジン搭載の自然吸気と SR20 ヘッドエンジン搭載のターボだけだが、ヨーロッパではディーゼル車も設定されている。また、アジア、オーストラリア、中近東では 2500cc ガソリン車QR25 でエンジン搭載が設定されている。なお、広高日産技社で生産された台湾仕様はフロントマスクが異なる。4WD システムはオールモード 4X4。プラットフォームは日産 C プラットフォームを使用し、エンジンは 2000cc の MR20DE と 2500cc の QR25DE が設定され、4WD の 20X にはシリーズ唯一となる 6MT の設定がある。同時に 20S、25S をベースとしたオーテック扱いのアクシスもラインアップされている。ただし、ハイパールーフレールのオプション設定はない。アクシスには専用色としてシャンパンゴールドも設定される。なお、ターボ車は平成17年排出ガス規制に適合しないためフルモデルチェンジを機に廃止された。2008年9月にはルノーと共同開発した 2000cc ターボのクリーンディーゼルが追加された。また、アクティブに使うユーザーに向けた考えから、全車標準装備の防水シートなどが用意された。4WD 仕様のメカニズムは、オールモード 4X4i と呼ぶシステムを搭載した。フルタイム4輪駆動と名称が紛らわしいが、システムとしては、センターで F を持たない一般的なスタンバイ式4輪駆動になっている。メーター類に関しては、初代はセンターメーターだったが2代目はごく一般的な運転席前に移動した。また初代で樹脂製だったフェンダーは生産性を向上させるため廃止された。当初は大幅にデザインが変わるという情報があったが、初代モデルのデザインが好評だったため、キープコンセプトでのモデルチェンジとなった。もちろん、この車の売りである、ポップアップステアリング 20X25X の CVT 使用者のみ、先代 T30 後期型では、チルト調整機構とテレスコピック調整機構が装備されていたが、T31 型では、テレスコピック調整機構が廃止されチルト調整機構のみとなっているや、フル防水インテリア、オプションで、通常のシート生地も選択可能、ハイパールーフレールは使い勝手を向上させた上で2代目である T31 でも継承されている。左ハンドル車、右ハンドル車共通でサイドブレーキレバーが左の位置に装備されている。このため右ハンドル車ではドライバーから遠くなっている。世界で初めてポスト伸長期規制に適合したエクストレイル 20GT が2008年9月から日本で販売を開始した。すでに欧州に投入されているユーロ4準拠のものに DPF 粒子状物質減少装置とリーン NOx トラップ触媒が新たに追加され、日本国内のポスト伸長期規制にも前倒しで対応している。ルノーと共同開発した MQR 型エンジンは噴射圧1600バールのピエゾインジェクターを持つ。コモンレール式直噴ディーゼルエンジンで 173PS の高出力に加え V6 3.5 リットルガソリンエンジン並みの 36.7kgM という高トルクをそれぞれわずか 3750rpm と 2000rpm で発揮し、なおかつ低燃費をも実現したエクストレイルシリーズ最高のハイパフォーマンエンジンとなった。従来のディーゼル車で問題となっていた騒音もガソリンエンジン同等に抑えられており、振動対策としてバランサーシャフトも備える。高度な気候と精緻な制御により、高性能と低エミッションを両立しているが、装備に若干の違いがあるもののこれまでの最高価格車である 2.5L のガソリン車に比べ、約48万円後期型となっている。組み合わされるトランスミッションは、当初は欧州仕様同様の6速 MT のみであったが2010年7月にマニュアルモード付け6速 AT 搭載車を追加した。6速 AT 車ではディーゼル専用鋼、分散型リーン NOx トラップ触媒とオートマチック車専用高精度エンジン制御を採用した。フロントグリルやバンパーなどの外観は欧州向けと同様となっている。なお、後期型ではガソリン車も同等のデザインに統一されている。同出力のガソリン車よりも二酸化炭素の排出量を抑えるとともに3割ほどの燃費向上を実現した。その証として、バックドアにはピュアドライブ、ダシーエンブレムが装着されている。エンブレムに記されているピュアドライブとは、日産が既存のエンジンに次世代の低燃費技術を掛け合わせたエンジン進化型エコカーの総称で、20GT はピュアドライブの第2弾として介する第2弾となっているのは同じくピュアドライブで展開する4代目マーチが発表と同時に販売を開始したため発売順では4代目マーチ7月13日発売2代目エクストレイル 20GT 月16日発売となるためである。なお2009年4月から施行された環境対応車普及促進税制によりこの 20GT は次世代環境車として自動車重量税、自動車取得税が全額免税される。3代目はルノーと共同開発したエンジニアリングアーキテクチャ CMF を採用。CMF をベースとした車種は3代目エクストレイルが初となる。合わせて2代目までのタフで高性能な SUV のイメージはそのままに2代目の兄弟車であったデュアリスのオンロード向け SUV としてのテイストを加味させた SUV に転換、内外のスタイリングに歴代との共通点はなくなった。フロントデザインはグリルからエンジンフードへつながる V モーションシェイプとブーメラン型の LED ヘッドランプシグネチャーを採用し、リアの LED リアコンビランプもブーメラン型となった。2017年6月改良型では、フロントの V モーションシェイプが拡大して、コンパクトカーの E12.2016 年11月、改良型ノートに近い形状となり、ヘッドランプとリアコンビランプは輪部を強調させるため、ブラックハウジングを施した。2013年11月7日にデュアリスのヨーロッパ向け仕様にあたるキャシュカイがフルモデルチェンジされた際、7人乗りロングボディ仕様のキャシュカイ+2が初代限りで廃止となったことで、3代目で新たに設定された3列シート車、7人乗りがキャシュカイ+2の後継車種として役割を担うこととなっている。北米市場では2代目ローグとして販売されている。ボディサイズは全長が 4.6 メートルを超え、全幅も 1.8 メートルを超え、かつて国内でも発売されていたテラノの3サイズよりも大きくなった。日本仕様では販売開始当初、クリーンディーゼル車を2代目から継続販売された関係で 2.0 リットルガソリン車のみの設定となるが C26 型セレナと同じ 2.0 リットル直噴エンジン MR20DD 型に置換された。2015年4月には MR20DD 型をベースにしたハイブリッド車を追加設定した。また初代から採用されている防水シートも継続採用となっている。4WD 車はオールモード 44i を継続採用するほか、世界初の機能として車輪速を検知して車体の上下の動きを予測し、エンジン制御、またはエンジンとブレーキの制御を行うことで、起伏乗る、路面走行時における姿勢変化や振動を抑制するアクティブライドコントロールとコーナリングやブレーキング時にエンジンブレーキを負荷させることで、ブレーキペダルの操作負担を軽減するアクティブエンジンブレーキが新たに採用された。衝突被害軽減ブレーキ、日産での故障はエマージェンシーブレーキもオプションで装着できるが、ジェンカップの試験では時速30キロでも衝突してしまうなど、性能の低いものが搭載されていた。例えば同じ日産でもスカイラインは50キロでも衝突しないものが搭載されている。時速10キロ以下では動作しないので、衝突回避できるのは時速10キロ以上20数キロ未満と、衝突回避能力は極めて限定されていた。しかし、2017年6月のマイナーチェンジにて、ジェンカップで満点を取得している C27 型セレナと同等のもとなり、性能向上が図られた。オーストラリア仕様では、2代目同様に 2.5 リットルガソリンエンジンの QR25DE 型が設定されるほか、オーストラリア仕様やヨーロッパ仕様では、2代目の MQR 型よりもダウンサイジングされた 1.6 リットル RQM 型エンジンを搭載したディーゼル車も設定される。社名の由来は、X はスノーボード、スケートボードなど若者に人気のスポーツ競技である X、トリームスポーツに由来する。トレイルは足跡、オフロード、荒れた道などを表している。X トレイルはその2つの言葉を掛け合わせた44のイメージとしての造語。社名にかけてエクストリームスポーツのイベントを複数支援している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。